柱穴は柱を立てるための穴。考古学的には次の二つの場合が考えられるが、意向確認面や穴の大きさ、向き、配列などによって、そのいずれかを判断する。青森県三内丸山遺跡六本柱建物の柱穴人間が居住できるスペースだけ地面を掘りくぼめて建穴住居を作る際、それに屋根をかけるために柱を立てる。したがって、 柱穴の移行確認面は、縦穴のさらに下層になる。平面型が円形や楕円型を基調とする、縄文時代や弥生時代の住居の場合はその形状に、応じて、縦穴の内側に、方形の多い奈良時代、平安時代の場合は、縦穴内側の四隅に支柱となる柱穴があり、縦穴外側に支え柱を伴うことが多い。いずれの場合も、屋根は、 地表面までの三角状と考えられる場合が多いので、柱穴の向きも傾いて検出されることがある。祖先建物が普及する以前は穴を掘りくぼめて、その上にまっすぐ柱を建て、さらに上屋を建てる建物が作られた。これが掘ったて柱建物である。古代や中世の集落遺跡に多いが、民家では近世に至るまで掘ったて柱建物が作られた。 この場合は柱穴の移行確認面は当時の地表面である。配列は方形を基調として格子状を定する場合も多い。日差しのための柱穴は母屋を構成する柱穴より若干小さい傾向がある。もともと垂直に立てられたものなので特殊な場合を除き柱穴の向きはまっすぐである。ありがとうございます。